どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきましょう。ということで、そうですね。駐車場行こう。一応、公開収録の時には一回見せたんですけど、音が入ってないということなんで、早送りで進めていきたいなと。で、そうだね。今回は、まあ、表と裏で言うならこっちが裏という設定で、BGM 付きを楽しみたい方はこちらを楽しんでいただければと思います。いやー、マジかもうね、展開がちょっと分かってるんで、リアクションがね、どうなるかちょっとあれなんですけど、ちょっと頑張ります。あ、そうだ、薬莢。そうだよ、薬莢、薬莢。一回取ったというのがあるのに忘れるっていうね。さあ、これでまあ大丈夫でしょう。さあ、入れよう。さあ、そして僕のファンが来ると。ちょっとなんだ、今、どっちから来た？ちょっとその、僕、違う、僕ね、デッドバイデイライトをしたいわけじゃないんだよ。そういうね、回転のやつをやりたいんじゃなくて。いやー、マジ、あの動きするともデッドバイデイライトなんだよな。早いな。足早いな、あ、違う。とりあえず、2体いるから、もう全力でね、もう 2回目やからね。うぃー。さあ、ついてくる。ああいう感じ。ああいう感じか。出待ちすんのか、あんな感じで。よしよし。よしよし。いけ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 。これで一旦 OK。よーし。進めるのはここだけか。いやー。普通に、2回目は2回目面白いな。チェイスしてたからね。んで、さあね。爽やかなさ。虫歯してやりたいぐらいあるね。めっちゃスキッパーになった。いやー、怒られる。さあ、2回目というね、怒りをぶつけて。でもな、この人意外と起きてたんだよね。あ、意外と。3、あ、よし。この隙に行く。危なっ。で、ワン、チャン。やっぱ確定数が違うんだね。いや、いいか。無駄に弾を消費しない方がいい。登ってこないね。その心配だけやね。音すげえなー。え、マジで？あ、来た来た来た。え、ど、え、どう、どう、そっち？後ろが心配。ちょっと待って、ワンちゃん、ワンちゃん、ちょっとめっちゃ元気じゃん。あ、来た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 。あ、逃げたらダメ。いや、逆にちょっと大変なの。おー、来たー。そういう風になっちゃうのね。よし。
これで OK かな。よし、多分オーバーキル。あとワンちゃんがめちゃくちゃ元気に走り回るね。意外と先制したら先制したらちょっとめんどくさい展開だね。はい、めっちゃ走ってるな。はい、あ、まだ、いや、終わった。よーし、こんな感じで次だね。アイテムはない、アイテムはない。ここだよな、問題は。マジか、サブマシン、え、めっちゃタバコ出るじゃん。てか一周目普通に気づいてないっていうね。いや、ある意味、あ、わあ、普通に登ってきたねえ。ダメダメダメ、そんなマナが悪いことしちゃダメよ。よし、伏せができたね。いるね、よく見たらちゃんといるね、そこね。よし、さあ、あと7発。いや、パルスワンか。いや、ちょっとそれはちょっと耐えれんかった、言いたくなったもん。いやー、確かに犬のワンではないね、パルスワンやね、どっちかっていうとね。この先に、この辺りにブルーハーブがあるのかな。あ、いや、ここにあった、普通に。ってことはやっぱ毒系出るか。で、こっから一気に、あ、いたんだ、後ろ。さあ、行け。よし、いやー、ここまで8分。ちょっと待った、そうだね。いや、公開収録でミスったとはいえ、まさかこんな短縮できるとは。いやー、早いねー。あれ、マジ超えてこんか心配なんだよな。さあ、次次、中入っていきますか。え、なんだこの爪痕。このつ、いや、ってことは、あー、そういうことか。あの、ゾンビが入ってきてということか。イーサーかなんかかな。で、どこなの？ペンダントを持ってきたわ。多分ね、左奥と行くとね、いきなり何かありそうなんで。シェリー、ここにいるの？意外とこっち？当たり？いや、開けれないか。こっちでもない。あ、なんかある。あー、大きい緊急スプレーがあるってなると。委員長、はい、かねてよりの懸案だった例の件について対応が完了しましたと。いやー、汚染除去。
やっぱここもなんか使ってたといえば使ってたって感じか。なんかあとアイテムがあった。200まで持てるんだ。すげえな。明らかに使えと言わんばかりな気がしてきたな。あ、懐かしいね。ここやね。あのチェイスした場所は。さあ、サブマシンガンちょっと耐えますか。そもそも、こうして、だよね。組み合わせができない。そう、念には念をね、武器をちょっと変えておいて、来ますか。おお、びっくりした。何が何が何が。マジか。いやー、マジか。びっくりしたー。やめてくれー。もうやめてくれー。そういうのー。いやー、ここ、ちょっと次にしよう。いやー。いやー、マジビビったー。もうこれ、多分見てる人も俺の声の大きさにびっくりするよね。何も見てない。あ、つぶきちさん。こっちはわかんねえな。そういえば、アルマジロってあのシリーズいないよね。ハリネズミはいるけど。お、すげえ。隠し通路があんの？マジで？てか、ここ普通に見つけて通っていったシェリーもすごくねえか。いやー、マジ勘弁。マジ勘弁。お！何もいない？あ、ぐるって回れってね。ん？おお！待て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 ！なんでお前がいるんだよ。わかってるわかってる。いけ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 。そのハメ技っぽいのは、あ、入ればいいだけ？ ちょっと、いい。起きて。起きなさい。目を開けて。そのまま。感染はしていないのね。何？シェリー。シェリーは。シェリー。シェリーは無事よ。
シェリーを知ってるの？凄まじい力を示したわね。何があったの？急いで調べないと。あなたは？私はクレア。想定外だったわ。教えて、シェリーはどこ？聞いてる？え？シェリーは？アネットよ。ウィリアムに何があったか教えて。誰なの？ウィリアム。この事態を引き起こした化け物よ。え？そんなことよりシェリーは？予想してた以上に進化が早いみたいね。どこへ行くの？いい？あなたの質問に答えてる暇はないの。何も問題ないわ。シェリーを見つけないと。娘の心配は無用よ。はい、ということで、まずさあね、一段落ついた感じだね。で、ちょっとおとなしのやつも今回取ってしまってるので、一旦ここで一回締めようかな。ちょっとね、あと気になるとこもあったんで、一旦ここで締めたいと思います。どうも、エルザです。それではバイオハザード RE2 やっていきましょう。ということで、いや、めっちゃ足音すんだよな。開けたね。若干音がなんかずれてる気がするが、まあ大丈夫だろう。今回が、その駐車場行かないといけないらしいのよね。なんで、ここに行きたいんだけど、エレベーター乗ってっていう感じなんだけど、ちょっとね、いろいろとアイテムが気になるのがあって、結構さ、謎のアイテム多いじゃん。例えばこの赤い杖とかさ、この辺りとか、ちょっとね、配信終わってから気になってて、まあそれまでゲームつけれないんであれだったんだけど、あ、やっぱあった。なんかさ、ただ当て手に入るからちょっと不思議で不思議でたまらなくて、でも特に何も出てこないと。めっちゃ壁叩こうとかするんだけど。で、まあとりあえず、まあ、ダイヤルとかあれなんだけど、 PC はさすがにだよね。金庫なんかね、ちょっとこの辺り、まあ3階は大丈夫、4階も、1階のこの取調室とか、ちょっともう一回行きたいなっていうのがあって、現在、ここいるんで階段降りて、行ってみようかなと思ってます。ただ、異常なほどね、外でさ、音がしてさ、ここまでちょっと足音するかっていうレベルで、さっきからガチャン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 してるんで、ちょっとね、怖い感じはするんだけど、いや、なんか来てるね。とりあえずここ、ちょっともう一回気になってて、さすがに入ってこないよね。ってみようと。あ、なんかある。たまたま後ろ見た。で、お、宝石だね。やばい。ちょっと音が違うのがすげえ違和感感じる。あ、明らかにはめてくださいね。で、これを開けると何が出てくるか。おお、バッチ。いいね、いい感じで見つかるね。で、これは、ちょっとね、なんかこういうアイテムはちょっと見ていかないといけないね、今後ね。お。ははははは。マジ？ USB なんだ。あ、すげえ。ってことは、なんか右下なんか見えた気がしたけど。ってことは、クラブがないと入れないから、金庫じゃなくて、ここだ。ここに行けばいいわけだよね。なんで、
視聴室行ってぐるーって回って行こうかな。おお、ちょっと待ったー。マジでマジで、しかも挟み撃ち、やべえな。この状況は、この状況は非常にやばい。いやー痛いねー、痛いんだけどさ、そのそのハメは、ハメはあかんって。いやー壁際のハメはあかんって、マジで。いやーもう今日したくねーもう今日したくねー、めっちゃめっちゃきついじゃんその展開。何マジでか。ちょっとすいませんね、ちょっとすいませんね。いやーちょい待って、わー辛いわ、それ辛いわ。普通に一発ドン来る、いきなり。いやハゲ散らかしてたね。とりあえず組み合わせて使うしかないよね。いやこれだってさ、絶対上またいるよね。いやそこ空いてるだけでだいぶいいんだけど、ここ通れば普通に駐車場には行けるんだけど、嘘でしょ。待て、目の前はあかんやろ。いやーマジでさ、これ右側にいるね。てかさ、どっちだ、上と下どっちだ。なんだろうな、上で音が若干する気がするんだけど、あ右上やね。いやーちょっとさ、しかもさ、下の階のさ、どこだったっけ、こっち行けた感じだよね、さっきのね。いやマジでアイテムきちいな。どっち逃げたかな。って回っていこうか。いやーやばい、ほんとファンサービスやった。ファンサービスしなきゃって一発打ち込もうと思ったけどさ、もうねー、もう熱かったね、向こうの力の方がね、押し込まれてしまったね、ちょっとね、ファンの方にね。いやあれはちょっとね、マジで心臓悪い。いやしかもさ、これこって構えて、他の FPS のゲームってその最近左右入れ替えができるのよね。それがないからさ、それがないのが辛いね、意外とね。戻って2階か、どうしようかね。一回図書室から下出たが早いかな。こっち行けないもんね、やっぱ降りるしかないみたいだね。ちょっとあのファン、ちょっと愛情が重すぎる、あのファン。もうちょっとソフトな感じでお願いしたいところやね。ダイヤは取ったか、ここは OK。 さあね、ここで
倒したもんね、こいつはね。いや、一応その、セーブして戻ってきてってやっても、状態がね、そのままなんで、それだけは助かるな。刺しちゃおう。いやー。お。音ビビるって。で、取る。多分取れる。あるってことは取れるってことやもんね。そうそう、あんね、これさ、最初シェリーっていうか最初のボス倒した時に、なんかさ、このマークの扉があったと思うのよ。なんでこれをね、ちょっとそれをはめに行っていこう。手に入れようかな。めっちゃ怖いけどな。さあ、隊員宛て。君たちは相変わらずあのオンボロ剣士でムカつく上司の森でもしてるのかと。これって多分、でもね、バカンスに行ってるって話だと、お兄ちゃんか。クリスらしくないわ。兄弟でもそう思うってことだね。さあ、サブマシンガンゲット。380か。MQ ね。MQ か。こうだね。20発だけ。それもそれでちょっと怖いところであるけど、20発っていうのがね、ちょっとね、ここしかもまだアイテムがまだ取れてないのがあると。シャワー室も問題ないし、とりあえずこのまま戻ろうかな。気のせいやね、自分の足音がさ、ちょっと敵じゃねえかって思う時があって、いや一番さ、ね、図書室にいない。嘘でしょ、普通にここ来るの。おお、登っていったね。ちょっと気になったのが、この辺りにアイテムがあるっぽいんだよね。バレちゃいましたね。逃げよう。さあ、駐車場の方に行きますか。となると、こっから抜けて待合室抜け、待合室抜けてもダメか。そうね、待合室抜けて屋上に一回出てったね。いやー、あそこまで行くとちょっとストーカーやな。どこ、危ない、過ぎるとかね。ここを抜けて、あ、こっちじゃない。今の部屋は大丈夫か。いやー、めっちゃ追っかけてくるなー。それにしても、で、ここを抜けて、で、登ると。いやー、でもほんと弾がね、20発はちょっと微妙かなー。あとはこれ強さ次第だよね、サブマシンガンに関してはね。ちなみにちょっと今のうちにあの部屋へ行ってみようかな。ちょっとかき開けるね。そうだよ、そもそも飛び込んできてたのが何かっていう話だね。やばいね。いや、意外と強かった。
よし。登れる。よし。ちょっと待った。めっちゃ曲がってんじゃん。どうしよう。お、押収品。何かメモを残してるみたいだね。6211。2回待ち合わせだね。左6、右2。左11。ちょっとメモしよう。さあ、6211。ちなみにこれは記録として残るのかな。あ、押収品残ってるね。めちゃくちゃ外から音が聞こえますこれマジか。ちょっと一発当てるぐらいの気持ちで行かないとやばいね。できている。多分、いや、ちょっとなんかゾンビっぽい声がするな。後ろいるね、後ろいるね後ろいたね。足音がしたいや、やめてくれ、預ける。でも、ガンパウダー同士は、いや、まずこれ取っといて、回復薬がなくなったね。ここに来て、ここに来てちょっと減りが、早いのはちょっと困る。この辺りはまだ使えそうか。サブマシンガンの弾は何発入る ?24発。ちょっとセーブしておいて、こうなるとさ、2階の金庫ここだね。いや、めっちゃ、いやめっちゃこう通っていかないといけないけどさ、そうか、こっちはコレクションだから違うか。まあ行くか、ぐるーっと回って。まっすぐでいいか。まあゾンビがね、本当にゾンビが出てこないだけめちゃくちゃ助かるけど、マジ物騒やなあいつ。でもあとこのマシンガン24発はかなりきついね。しかもあのブレ幅は結構きついものがあるな。この辺りは編集作業で早送りなんだろうな。ぐるっと回って下降りて、さあまっすぐ抜ける。でこっち来て。でだいぶ狂って回ったね。そうかそうか、こんなところ通らなくても。めっちゃ足音聞こえるんだけど。
で、ぐるっと回っていけば、ショーだよね。あそこのマービンが、いやー、倒したの僕やけど、ああやって見るとちょっと悲しいね。残念すぎる。よし。6211かな。あーは。1234562。あ、やっぱこういうことだよね。6左に11だよね。多分数字ごとじゃないよね。お、ロングマガジン。これ？おお。26発はでかいね。じゃあこのまま出て、屋上から通って戻ろうかな。でそれで駐車場に向かおう。いやー今回は結構移動多めだね。でもそろそろ話が進むんじゃないかな。これでさあ、二度目の階段。非常に嫌な予感がする。なんかね、ガタンガタン、下の方から聞こえた気がするんだよね。一発しかないっていうのがかなりきついね。ほい、開けて、で、セーブして、もう全然気にしないからね。もうクリアした時のいろいろあるみたいだけどね。もうそんな気にしないね。よし。さあ。さあね、今日はね、見てる方が多いんでね。多分やってて怖くはないんだけど。いやーマジ最初のあの二人はあれはマジビビったな。あれこれもしかしてカード、あ、いやカードいるかまだ。いやーどうなるかな。で、エレベーターなんかまだ取れるものがあるのかな。なんか特にそれっぽいものはなさそうだけどね。ある？あ、なんかある。薬莢か。で、OK。あとはちょっと気になったのが、いや、ボス、前ボス戦あったところはボイラーか。ここか。あー。ちょっといくらなんでも遠すぎるか。だよね。ロックされて。うん。ちょっと。ドングルのやつを試したかったけどね。いや、ドングルのやつって確か。こっちが、そっかそっかそっか、そうだそうだ。ねちょっとついでから、ついでやからちょっと行ってくろう。よしよし。なんか外出たら一時戻ってきなさそうな気もしてね。ボス戦あるし、なんか強化できそうなものは取っときたい。どうなんだろう、過去作をしたことがないか分かんないんだけど、やっぱバイオってこういう風にアイテム回収が多い作品なのかな。もう完璧ここね、早送りするよ編集は。あーいけない、よし戻ろう。
ってことは、最初のところだね。あそこだ、マービー倒したところに戻って、そこから地下に降り開けて降りてっていう順番じゃないと取れないね。じゃあ戻る機会があったらその時に回収しよっかな。そうか、それはそれでちょっと意外だったな。僕は強度強一、強一っていうか今までの配信で一発目のあのビビりは初ぐらいじゃないかな。あそこまでびっくりしたの今回。いやー、一回ちょっとこの辺り預けといて。いやマジちょっと心臓飛び出るかと思った。さあこれでちょっと外に出ましょうか。いやー、ちょっとねシェリーを助けないとね。さあ使いましょう。使う、うん、うおーマジか。しかもちょっと早歩きなのよね。いや、やまない雨とかじゃなくてさ。あ、開いた開いた。開いたけどちょっと早いって。あ、ブルーハブ、グリーン、ブルーじゃない、グリーン。近い。いやー、ダッシュ。とりあえず、どうだ?こうか?あれ絶対怪しいよね。あれだよね。あそこだよね。絶対ね。わざとらしくいる感じが。ちなみにアイテムは落ちてないと見た。ねえ、どうしようかな。こんな鬼ごっこしてる場合ではないんだけど。マジで、いやこれちょっともらう気でいくか。よし、危ない。うん、うん、今なんか、来ないかな、さすがに。いやなんかね、ちょっと今一瞬あんま聞き慣れない音がしてさ。アンブレラ、いやいや全然あんな感じしねえよ。あんな爽やかな感じは。これ絶対さ曲がったら出てくるでしょ。いたね。さすがにこっちかな。もったいないかな。マジか。ちょっとお姉さん。ちょっと、お姉さん。よし。でも絶対あれ死んでないよな。ですよね。クリティカル出たけど、マジで?多分 OK。 あれか、なんか気になるなーって思ってたら、あれか、犬がいんのか。ちょっとお姉さんセクシーやね。いやーマジか、怖えな普通に。おーいワンちゃん、これ貫通するの。あー、いいね。嘘やろ。でこうか。はあ、よし、愛護団体に怒られそう。いやでもさ、あともう一匹いた気がするのよ。
どうかな。後ろの人も復帰した感じがするが、おー切ったじゃん。危なやばい、過剰に言ってしまう。あー怖えよ。そしてまたいやー弾が足りん。何か持ってない？持ってないね。もう大丈夫。どうせまた来るでしょう、この状態だと。来ちゃうんです。あ、いいっすね、よし。いやー弾がもう2発しかない。どうしたもんかな。いてっ。あーそうだ、降りてこい。来たね。よし。いや強いね、マシンガンね。ここは通れない。いやそしたらとりあえず。明らかに乗れと言わんばかりの。やばそうな。あ、さすがに通らないの。威力自体はちょっと低めなんだ。なんかこの辺りにアイテムがあるような感じがしたね。どうしよっかな。まさかここでこんなにサブマシンガンを使うことになると。あそこやね、ラクーン君にしか見えない。よし、とりあえず入ろう。あ、ハーブあったんか。まあ、いや帰りで行けるだろう。いや絶対これ乗り越えてこない。はい、ということでちょっと霧がいいので今回ここまでにしましょうか。ちょっと早いんですけどね。いやーちょっと心が持たんかった途中。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。そうですね、動画を見ている方はここまで、ライブを見ている方はこのまましていきますのでお待ちください。ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃまたな。